大丈夫だよ。このまま続けよう。再来週？わかった。君には負けたよ。ちょっと外で電話してくる。少し長くなりそうだ。退屈なら僕の本を読んでいて。ごめんね。それはまだわからないんだ。大切な用事があるんだ。でも信じてほしい。僕は必ず帰ってくる。信じて。
理由を聞かないの？僕は君になら何を聞かれたって怒られたって構わない。君の好きなようにしていいんだよ。僕に遠慮なんてしなくていいんだ。僕にとって、いや、僕たちにとって大切なことなんだ。だから、しばらく離れ離れになるのを許してほしい。向こうにいる間は、あまり連絡も取れないと思う。いつ君の元に戻ってくるか、はっきりとは言えない。だけど約束する。僕は、必ず戻ってくる。そんなに長くは待たせないから。他に僕に言っておきたいことはある？わかった。それくらいは分かっていますよ。それなら新たな道を切り開くまでです。
間に合わせなければ。僕が悪かったよ。だから、泣かないで。どうしてそんなに泣くの？泣き虫だね。さっき着替えたばかりなのに。
君に会うためだよ。こんな姿を君に見せて心配をかけたくなかった。でもこの状況を見る限りだと、僕の計画は失敗に終わったようだね。まったく、おバカさんだね。君と約束したから。僕はただいつ帰れるかわからないと言っただけだ。約束を破ってはいないよ。これでも僕のことを大嘘つきだなんて言うのかな。もう見せてあげない。どうしてずっと連絡をくれなかったの？いいんだよ。我慢することはないと言ったでしょう。君になら何をされても構わない。まだだよ。でも心配はいらない。絶対にやり遂げてみせるから。うん、今夜出発する。帰りを待っていてくれる？うん、そうするよ。